ジョイン。顔面をドアップ配信チャリンチャリン。美人になって異世界に転生したい、どうも吉田です。前回で総額140万円の G4 クサ PC シリーズは終了する予定でしたが、動画編集ソフト Adobe Premiere Pro が正常に動かない問題が発生。6時間ぐらいゴニョゴニョしたけど解決できず。詳しくは前回の動画を見てほしいんですが、実はあの後も引き続き原因調査をしていました。さすがに140万円なのでなんとか使いたかったんです。動画書き出しやベンチマーク等で特に問題が発生していないことから、ハードウェア的な不具合ではないと判断。 Adobe のカスタマーサポート窓口に連絡しました。電話とチャットがあるらしいんですが、電話は混んでるらしいのでチャットを選択。はい。待ち時間は5分以下と書いてあったんですが、嘘つくなよって感じでした。結局チャットに文字を入力してから反応があるまで1時間半。一番最初の人は担当を振り分ける係らしくて、別の専門の人に代わると言われて、さらに40分くらい待たされました。チャットに返信があったことに気がつかなかったりして、結局3時間くらい経ってようやく担当者につながりました。さすがの温厚な吉田さんでも無事切れそうになりました。何が5分だよって感じですね。悪ふざけです。その結果、画面のような対処方法を教えてもらいました。高速処理を無効化、管理者として実行、外部接続機器の取り外し、GPU ドライバーの更新、クリーンブート、再インストール、新規ユーズアカウントの作成。ざっくり言えば他のソフトや機器が悪影響してんじゃねえのってことですね。当然全部試しましたが解決できず。そもそも吉田の環境は Windows 初期化状態です。何もカスタムしていないクリーンな状態なので、こんなことしてもあんまり解決できるとは思いませんでした。あと G4W3175X はダメなのか聞いてみましたが、 CPU によるトラブル事例はないそうです。最終的には手動で旧環境の設定データを移行してねって言われて終わった感じです。プレミアのデータ移行って微妙にめんどくさいです。設定書き出しボタンとか特にないので、保存されているデータを探し出してそれをコピーしないとダメなので、サーバーに設定を保管できる機能は絶対に必要なんですけどね。一つ確認したいことがありました。 G4 クサ PC は設定読み込みでクラッシュするけど、他の PC だったらどうなのか、第3世代ライゼン搭載 PC で試してみることに。以前レビューしましたが、丸っこい CPU クーラーは線が邪魔すぎる。 RGB LED いらなかったです。買い替えたい。新ライゼンの動画も中途半端なところで終わっているので、続きをやらないといけないですよね。なんかめんどくさくなって放置しちゃっています。普通に組み立てても面白くないんで、どうすると面白いかコメントください。いけるか。あ、いけるな。あ、設定同期できてんじゃん。絶望的です。 Ryzen 7 3700X だったかな、型番忘れちゃったけど、 Ryzen 7 搭載 PC では設定同期ができちゃいました。マジかよって吉田思ったよ。これもできなければもう一回 Adobe さんに連絡して文句言ってやろうと思ったんですが、想定外の出来事が発生してしまいました。なんだよって思いながら、外した11本ものメモリーを戻しつつ切れそうになっています。140万円がマジでピカピカ光るパチンコ台、お仏壇の長谷川になっちゃいます。お盆だからといってお仏壇は必要ありません。困りました。正直何時間やっても解決できなかったので、もう無理だなと諦めかけていたんですが、ここで奇跡が起こります。ジョイン。なぜかいけちゃったんですよね。何をしたかというと、非アクティブなウィンドウをクリック連打しただけです。40万円の CPU は処理速度が速すぎてタイミング合わないのかなってなんとなく思って、クリック連打で邪魔してみました。こんなんでいけるとは思っていなかったんですが、なぜかいけちゃいました。嘘だろ、俺様の10時間近い努力は何だったんだって感じですよね。ちなみにその後はクリック連打しなくてもログインできます。注意としては、本当にクリック連打が有効だったかは怪しいです。実は Core i9 のメイン PC でサーバーに保管されている設定を上書きしていました。具体的にはほぼほぼ初期設定に戻して、ほぼほぼ初期設定データをサーバーに保管しました。サーバーに保管されているデータがぶっ壊れてるんじゃないか、そういうことです。アップロードしてすぐに動作確認した時はダメでした。もしかしたら Adobe さんのサーバーって何十台もあって、リアルタイムで全てのサーバーが同期されていないのかもしれないです。実はクリック連打ってアップロードしてから1時間後くらいに再チャレンジした実験です。1時間もすれば全サーバーがデータ同じになるんじゃないか、そんなこともあって個人的にはサーバー側の設定データが破壊されていたんじゃないかと推定しています。ただ本当の原因は分かりません。安定性については実際に長時間使ってみないと何とも言えないところもありますが、
軽く触った感じでは特に問題なく動いています。 96GB メモリー、56スレッド、 M.2SSD、 タイタン RTX の構成なのでさすがに動作はサクサクです。64スレッドのライゼンスレッドリッパー 2990WX で問題になった動画書き出し時のクラッシュ問題ですが、 G4W3175X では1回もクラッシュしていません。何回も書き出ししましたが非常に安定しています。念のため18分の編集データを10回連続で書き出してみました。約1時間半もかかりましたが特に不具合等はなく正常に終了しています。やっぱりアドビはインテルだなって改めて思いました。噂によればプレミアの最新版だとライゼンでも比較的安定しているという噂も聞いていますが、結局プレミアってライゼンで書き出すと遅いです。吉田の感覚的にはフル HD 書き出しではライゼンスレッドリーパー 2990WX より Core i9 のが書き出し早いくらいです。そんなこともあって仕事道具にはやっぱりインテル CPU のが安心できます。もちろん家庭用途ならライゼンも悪くないとは思います。よっしゃ治った、よかったって思ったんですが、さらに焦ったことがあります。床を見たら冷却水の漏れた跡があるじゃないですか。パチンコ台を運んだ時に漏れ出したのかって超焦りました。本格水冷って水漏れが一番怖いです。多分チューブに何かが引っかかって負荷がかかると悲劇が起こります。でも漏れた跡はありませんでした。すべてのつなぎ目を見ましたが大丈夫そうです。じゃあなんで床が冷却水まみれなんでしょうか。ついててこう辿っていくとこいつなんですよ。冷却水を入れるために使った洗浄瓶、これが気温の変化で中の圧力が高まり少し残っていた冷却水が噴き出したみたい。40度近いですからね。漏れていなくてよかったんですが、これってパソコン側でも同じことが言える気がします。当然水温が上がれば中に残っている空気が膨張します。チューブのつなぎ目部分が圧に負けて抜けるんじゃないか、ちょっと怖くなってきました。ジョイン。リスクを承知で本格水冷したからにはやりたいことがあります。 CPU のオーバークロック。 G4 シリーズは性能よりも信頼性重視のサーバー向け CPU なので普通はオーバークロックできません。倍率ロックされています。でも40万円の G4W3175X だけは特別に倍率ロックフリーなんです。 Core i9-9900K などの系付き CPU と同じようにオーバークロックができます。吉田はオーバークロックのプロではないので詳しいことは知りませんが、この ASUS のマザーボードにはオーバークロックのプリセットが用意されています。手軽にできていいよね。ぶっちゃけ G4 のオーバークロックの情報なんてあんまないですから。プリセットは2種類あります。 120mm ファンが2個のラジエーターと 140mm ファンが3個のラジエーターの場合です。吉田の仏壇は 120mm が3個ですが、その代わり分厚いので 140mm 3個のプリセットを選択。強い方ですね。何が変わったかはよくわかりませんが、電圧とターボリミットとかいうのがオートから手動設定に変わったみたいです。その数値が何を意味するかは興味がないので知りません。気にせずそのままいきます。メモリー速度が DDR4-3000 から2400に下がってしまったので、これは3000に戻しておきました。分陣音を鳴らしつつ安定のブルースクリーン。ブルースクとはお友達です。なんかよくわからんけど再起動したらブルースクリーンは二度と出なくなりました。エラーコードがネットワーク系のエラーだったので、どうやらプリセットを読み込んだ時に無線 LAN が向こうから有効に切り替わったみたいです。このマザーの無線 LAN は挙動が怪しいですからね。CPU-Z で負荷テストしてみました。 CPU 使用率マックス状態で10分間放置して Windows がクラッシュしないかを監視。クロックは全コア 4.09GHz まで上がりました。もともとが 3.7GHz くらいだったので 0.3GHz のアップです。 8% くらいのクロックアップ、あんまり上がっていないですが、28コアで 4GHz 超えはなかなか来てるでしょ。ちなみに新型 Ryzen 7-3700X は8コアで 4.07GHz だったので、8コアの Ryzen 7くんよりクロック高いです。10分後の CPU 温度は81度、水温は36度です。負荷をかけ始めてから CPU も水温もこの温度に張り付いていました。ちなみにですが G4W3175X の許容温度は85度です。余裕は4度しかないので 4.1GHz がギリギリそうですね。水温が余裕なのに CPU 温度が高いので、多分これ以上冷やすには空割りが必要だと思います。この CPU はヒートスプレッダーのところがグリスです。液体金属に塗り替えれば10度くらい下がるそうですが、もう分解したくないのでやりません。電力は 482W から 601W に増えました。 119W の増加です。これやばいよね。ビデオカードは全く使っていません。
CPU だけで 500W 以上は使っています。化け物すぎる。電力は基本的に熱になるので 600W のヒーターを動かしているようなもの、熱風です。仏壇型ピカピカ式ファンヒーターが完成してしまいました。ただファンの音はそんなにうるさくはないです。 1600rpm で回ってるのでサーという音はするものの、全然許容範囲。 Core i9 の簡易水冷より静かかな。そこはやっぱり巨大ラジエーター搭載本格水冷って感じです。ジョイン。どれくらい性能が上がったのか、まずはゲームです。 FF15 ベンチマークの 4K 高品質でぶん回しました。左上の黄色い小さい文字がフレームレートです。オーバークロックするとほんの少しだけフレームレートが上がっていますが、ほぼほぼ一緒だと言っていい気がします。電力は 530W から 575W に増加。 45W は完全に無駄です。オーバークロックに自己満以上の効果はなさそう。 FF15 ベンチマークって重たいなって思うのが、タイタン RTX に G-ON でも 60fps を下回ります。どんだけーん。シネベンチ R20 です。12800から13766に上がりました。クロックが 1.08 倍に上がったので、数値も単純に 1.08 倍程度に上がりました。まあだからなんだって話ですが、シネベンチのスコアっておおよそ周波数と比例している気がします。シネベンチ実行中の電力がやばいです。 720W。 シネベンチは CPU の性能を測るソフトなので、ほとんどビデオカードを使わないです。それでも 720W は化け物ですよね。あと CPU 温度もやばいです。限界温度85度に対して87度まで上がっています。同じ CPU 使用率 100% でも CPU-Z の負荷よりもシネベンチの負荷の方が大きいようですね。もちろんマザボには安全装置があるので、やばくなればクロックが自動的に下がります。壊れはしないはず、多分。ベンチマーク飽きてきたと思うので、動画の書き出し比較を最後にして終わります。一眼カメラの動画18分の書き出し比較です。上がオーバークロック、下が定格です。8分23秒が7分39秒に速くなりました。50秒くらいの高速化、思っていたよりも効果があってちょっとびっくりしています。もちろんその代わりに電力が 450W から 550W へ増加。 100W も無駄に消費して50秒速くなる。って感じです。正直言えばもう十分速いんで、多少速くなってもだからなんだよって世界に突入しています。1時間2時間の動画のエンコードならでかい差かもしれませんが、 YouTube 向けの10分動画の場合は誤差みたいなもんです。トイレでうんこしていたら書き出し終わってますから。あと気になったのはアイドル時の電力、 150W くらいだったと思いますが 180W まで上がっています。何にもしていないのに 180W も消費し続けるってどうなのって思うし、多分電気代も明らかに高くなる気がします。ちょっと扱いづらいよね。ジョイン。オーバークロックして使うかどうかは別にして、とりあえず問題なく使えそう。もちろんメイン PC として使っていく予定です。問題は置き場所です。 Core i9 のミニ PC はモニターの上に置いてあります。 25kg もあるのでそこに置くのは無理があります。多分足が折れると思う。レーザープリンターを置いてある引き出しの上が現実的だと思いますが、プラのケースでは強度が足りません。実はちゃんと用意してあります。次回のネタにしますが、非常にロマンがある代物、普通の人は絶対に買わないやつ、何なのかは次回のお楽しみです。最後におまけコーナーです。この G4 草 PC シリーズは赤字だったのか皆さん気になるでしょう。140万円とか言ってますが、適当に言っているだけです。正確に計算するのはもう無理なので大体ですが、 G4W3175X が42万円、タイタン RTX が32万円、マザーボード20万円、水冷電源ユニット5万円、メモリー12本10万円、 M.2SSD1TB2 本2万円、グラボの垂直取り付け金具1万円、 EK の水枕2個8万円、サーマルテイクの水冷キット7万円、サーマルテイクの水流センサー1万円、追加で買った水冷パーツと5万円、ヒートガンとルーター1万円、サーマルテイクの曲げ工具1万円、アルミフレーム一式3万円、ベースのベンチ台1万円。他にも買っているものあるかもしれないけど、まあそういうのは除いて約139万円となりました。適当に140万円とか言っていただけなんですが、意外に当たっていてびっくりです。ただしタイタン RTX は流用なので除けば107万円程度。吉田が買った軽自動車ワゴン R の値段が107万円なので、軽自動車1台分でしたね。動画の本数はこの動画を除いて17本です。5月17日から投稿を始めているので、完成まで3ヶ月、さすがに引っ張りすぎたなと反省しています。
画面のリストは一番下から古い順に並んでいます。再生数にばらつきはありますが、平均すれば30万再生はいっていそう。再生数としては非常に優秀だったと思います。すべての動画の合計再生数は588万回です。この動画も20万回は再生されると思うので、約600万回といったところでしょうか。この再生数で利益はいくらなのか、単価がいくらかわかんないので何とも言えないですが、柴田さん理論の 0.1 円であれば60万円程度になります。それだと47万円の赤字。ただ吉田の感覚的にはそんなに安くはないです。この前ニュースになっていた YouTuber の収益記事を見ると、単価は約 0.22 円から 0.55 円と書いてありました。その記事はアメリカの記事なので、まあ何とも言えないですが、皆さんがよく言っているのは 0.3円だとすれば180万円の広告収益になります。180-107万円で73万円の利益となりました。1ヶ月あたり24万円くらいの計算です。皆さん赤字だと思っていたでしょうが、実は黒字になっていました。皆さんがたくさん見てくれたおかげもありますが、やはり17本も動画を大量生産したのが赤字にならなかった要因でしょう。逆に言えば、ここまで予算をかけると最低でも10本は動画を作らないと赤字になるとも言えますね。あと人件費は0円計算です。吉田は全て自分でやっているので大丈夫ですが、編集を外注していたらきついと思います。吉田はナレーション方式なので動画編集を外注することはできないんだけど、仮に外注したとしたら1本2万円は取られるはず。あくまで僕のところに来た営業メールを見る限りではですけどね。17本で34万円、厳しいね。そういうことです。